We are. それでは、さっき勉強した単数形の主語から複数形の主語に変わった時の B 動詞の変化を見ていくね。それを文章を通して比較していくよ。赤い文字に注目しながら、まずはネイティブな発音を聞いてね。I am a good tennis player. I am a good tennis player. 複数形の主語 we に変わると B e 動詞はどう変化したかな ?We are good tennis players.We are good tennis players. そうだね。ここが R に変化してるね。複数形の主語に変わることによって B e 動詞は R に変化しています。次に y o U の場合を見ていこう。赤い文字に注目しながら聞いてね。 You are an English teacher. You are an English teacher. これが複数形として使われる U になると You are English teachers. You are English teachers. そうだね。U は一見形は同じだけどこっちは複数形として使われてるね。U は単数形でも 複数形でも B 動詞は R がきます。次の例文を見てみようね He, she is my friend. He is my friend. この、he と she の複と、形の、ある、t h であが来ると、どうなるかな They are my friends. They are my friends. そうだね。 で、複数形が来ることによって B 動詞は R に変化します。それでは復習としてもう一回 I の部分を見てみよう。I am busy now.I am busy now。これが複数形の We として使われると B 動詞は R に変化します。そして最後に It の場合を見てみよう。 It is my book.It is It my book. It の複数形、they になると、微動詞は、they are my books. Are my books. そうだね。複数形の場合の微動詞は r になってるから、答えは r です。このように、単数形と複数形の場合で微動詞の形は変わるから、そこに注意して、 頑張ってみようね。